皆さん、こんにちは。じまです。今回の動画はですね、単焦点レンズの魅力についてお話ししていこうかなと思います。前回の動画で純正レンズとサードパーティー製のレンズについて お話ししたところ、そもそも、まあ、レンズのズームと単焦点で結構ま単焦点にフォーカスを当てている話題が多いって言ったところで単焦点レンズっていいんですかって言ったご質問が結構続いたので今回は単焦点レンズについてお話ししていこうかなと思います。今回の動画を見ていただいているメリットは単焦点レンズの魅力、まあメリットですよね。で、焦点距離、ボケ感と F 値の関係、どんな写真が単焦点を使うことによって撮りやすくなるのか。 でレンズ交換っていうものは一眼レフカメラですね。こういったカメラの醍醐味ですよって言ったところと、でもレンズ沼には注意してくださいってお話と、実はレンズはまあ2本ぐらいでも大丈夫ですよと。で、機材、技術、感性、どれで改善すべきかって言ったところと、私の経験談っていうところをお話しさせていただいて、結果、単焦点レンズの魅力とちょっと癖があるので、その癖って言ったものを学んでいただけたらなと思います。今回もジマチューブスタートです。 はい改めましてジマです今回もですね動画ごご視聴いただきまましてありがとうございます今回動画をですねご視聴いただいている方っていうのはおそらく2本目とか3本目のレンズが欲しいとかどのレンズを買うべきかちょっと今考えてるんですであったりとかボケ感ある写真っていったものを撮りたいなであったり画質にこだわったレンズが欲しいなとか。 暗いところで、まあ、積極的に使える明るいレンズっていうものを探していますと。まあ、こんな悩みや疑問っていったものがあるんじゃないのかなというふうに思います。で今回はこの単焦点レンズの特徴と、えー、どんな写真を撮るときにまあ向いているレンズなのかで。私がですね、ズーム主軸で撮っていた写真をなんで単焦点レンズの方に映るようになったのかと、映った後にずっと単焦点を使い続けている理由っていったものをお話ししていこうかなと。でレンズはですね、やっぱり 高い買い物なのであの情報をですねしっかり仕入れてから追加購入していただくのがよろしいかなというふうに思います。 チャンネル登録をですね、していただきますとえ、有料級の撮影知識を学ぶことが可能であったり、コメント欄なんかを通じて、写真のコミュニティ感を得ていただくことが可能になってます。でカメラ情報ですね、効率よく収集できるので、試す、調べる、っていったですね、まあ、手間と時間を節約することもできますし、過去に200本ぐらいですね、この右側にあるような撮影ノウハウに関する動画っていったものをアップしておりますので、体系的にあのカメラに関するね、知識を学ぶことが可能ですので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 で動画内で学んでいただいたことや気づきあとはまあお気軽にねコメント欄なんかにね何かこういう風に思いましたみたいなことを書いてもらえると嬉しく思いますでカメラに関することとか写真のことを今勉強中とかちょっと情報を探されているご友人の方がいらっしゃいましたら是非ねこの動画シェアしていただけると嬉しく思いますまずですね単焦点レンズのお話にガッツリ映る前にイメージとしてねちょっと持ってもらいたいんですけどもここに並んでる写真は全て単焦点レンズで 撮ったものになります左上は広角レンズですし右上は標準レンズで真ん中の段の左側も標準レンズで真ん中の段の右側は広角レンズ左下は単焦点のマクロレンズで右下は単焦点の中望遠レンズっていったものになります全体的にですねやっぱりボケ感っていったところを強調した写真が多いかなと思うんですけどもこういった写真を撮る時に単焦点レンズっていったものは威力を 発揮しててくれるる、うんまあ、メリットがあるかななってっいたところになりますで実はですね単焦点レンズでしか撮れない写真って特別ないんですよねただ単焦点レンズが得意とすするる表現があるだけなんですズームレンズも、まあ、どん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 ね最近技術が進化していって単焦点レンズの、まあ、画質とか明るさに匹敵する種類も増えてきてるんですよねただそういうズームレンズっていうのはどうしてもやっぱり お高い。<laughs> ので、被写体、焦点距離が安定している、自分の中で撮る被写体がある程度決まってて、焦点距離もある程度決まってるんであれば、もう単焦点レンズっていったものを選んでもらう方がコストパフォーマンスがいいっていったところはやっぱりあります。で、次はですね、単焦点レンズの魅力とか、ただ、そんないいところもあるんやけども、注意すべき点っていったところもやっぱりあるので、そういったところを学んでいってもらえたらなと。 思います単焦点レンズの魅力ですねズームレンズに比べると画質がいいものが多いです。でレンズ枚数が少なかったり構造がシンプルになります。この真ん中にあるレンズ構成図のような形で単焦点レンズなんかであるとこうレンズを真ん中バンと、えー、ぶつ切りにしてもらったイメージなんですがやっぱりガラスの枚数でどうしても少ないんですよねで。ズームレンズっていうのは焦点距離をコロ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 変える必要があるのでこうやってズームするたびに。なので どうしてもガラスの枚数っていったものは多くなってしまいます。なので単焦点の方がま構造がシンプルになりますね。で、結果まあ描写力が高くなって解放 F 値が低い、A、レンズっていったものを作ることが可能になってくるので、解放 F 値が低ければまあ必然的にボケ感をまあ出すことが 容易になっっててくるって言ったところがありますでその開放 F 値を低くすることによって、まあ、明るいレンズという形で開放 F 値が、まあ、F2 以下の低いものっていったものが単焦点には多く揃ってるんですねで。開放 F 値が低いとボケ感が表現できます。まあ、開放 F 値が低くできるからといって絶対開放 F 値付近で撮らなくちゃいけないってことはないです。もちろん F8 とかね5.6とかで撮るのももちろん OK ですで。暗い環境ではこういう開放 F 値を低く設定できるレンズっていうのは まあ明るく撮ることができるので暗い環境で比較的まあ使いやすいレンズかなというところがありますね F 値は大を小を兼ねるんじゃなくて小は大を兼ねるって感覚があるので、まあ、低ければ低いスタートの開放 F 値、うん、低いものの方がいいかなっていう印象は ありますね。なので、暗い環境なんかでも、えー、右下のお写真であったり、左下のようなお写真はどちらかというと、環境としては暗いけども、ちょっとした弱い照明でも一つあれば、十分ですね。えー、単焦点レンズのボケ感と、まあ、明るく撮れるっていったところを活かしたら、十分こういった写真が撮れるっていったものがあります。単焦点レンズの魅力ですね。コストパフォーマンスがいいモデルが多いっていったところがあります。 まあ、ズームの開放 F 値の低いレンズ、まあ第三元レンズですよね。F2.8 の2470とか7200とかああいったものなんですけども、やっぱり開放 F 値が低いズームレンズっていうのはやっぱり高いっていったところがあって、単焦点レンズであれば F1.8、これがね、35mm の F1.8、50mm の F1.8、85mm の F1.8、これは 20mm の F1.8 みたいな形で F2 以下のシリーズっていったものも比較的ズームレンズに比べると安く買えます。ただこんなね、4本5本とか一気に揃えちゃうと、ズームレンズのね、高いやつ1本分ぐらいの値段にはなってくるんで、どっこいどっこいには結局なるんですけどね。ただ F1.4 なんかの私が持ってる F1.8 よりさらに明るいレンズ、質のいいレンズっていうものは ちょっと高くなります。で、焦点距離が変わらないって言ったところはちょっとありますね。ここはメリットというかデメリットというか、ちょっと注意しなくちゃいけないところなんですけども、ズームレンズであれば、自分がこう撮るときに、あ、もうちょっと寄りたいなって思ったらズームしたらいいし、あ、近すぎるなって思ったら引いてもらったらいいんですけども、単焦点レンズは焦点距離を変更することができないので、もう50ミ、mm、リであれば50ミ、mm、リなので、もう自分が動くしかないんですよね。なので、こう構えたときに、あ、 近いって思ったら下がらなあかんし、あ、遠いって思ったらちょっと寄らなあかん。って言ったところがあります。で、距離感の調整、意識が必要になるので、まあ、カメラの上達の近道にはなるっていうふうな言い方はされてますね。で、焦点距離とか画角をまあ、感覚的に掴むようになるので、ただ、本数がね、やっぱ増えてしまうので、そこは注意してください。荷物が増えて、トータルではズームより高くなるし、ズームより重くなる。で、レンズ沼にも注意が必要。みたいなところがあるので、ここは、 注意ししてもらえるととよろいいかなと思いますカメラはレンズ交換が楽しいですよねって言ったところに移っていきますと一眼レフであったりとか、まあ、ミラーレスカメラも含めてコンデジなどと違ってですねレンズ交換が可能になるんですよねここのところですね。このマウントのところを合えばガチャッとレンズを別のものに交換することが可能になってます。 なのでこういったマウントに合うものであれば他のレンズをたくさんいろいろ交換することができるとこれによって表現を変えることが、まあ、撮影を楽しむ一つの醍醐味にはなってくるんですけども候補としてはやっぱりズームレンズと単焦点レンズっていったものが出てきますでズームと単焦点はざっくり言っちゃうと焦点距離が固定なのか変動なのかこれはさっきのメリットデメリットの若干触れてしまうんですけども単焦点は固定ですもう、 ズームレンズとは違うので、もう焦点距離は自分が動かないとダメです。ただ逆に、こういったズームレンズのようなものであれば、自分がこう止まってても、もっと遠くのものを撮りたいなと思ったら、うーって寄ったらいいし、もっとちょっと近すぎたなと思ったら引いてもらったらいいぐらいの感覚になってくるので、こういったズームレンズっていうのは、焦点距離を簡単に変えることができるっていうのが、メリットの一つとしてありますね。 で、その焦点距離に紐づくレンズ構成で開放 F 値が、まあ、どれぐらい小さくなるのかっていったところがあるので、ここがあえて、まあ、単焦点レンズを選ぶ一つの要因っていうところがあります。まあ、画質も正直やっぱり求めたいっていったところがあるので、画質を良くしたい、暗いところでも明るく撮りたい、かつ、まあ、焦点距離っていったところが別にそんなに変動する必要がないなって思われる方は、まあ、単焦点レンズをね、選んでもらえたらなと思いますね。 で、逆にじゃあ、ズームレンズってどうなんって話に移ったときに、一本のレンズで複数の焦点距離で撮影することが可能です。なので、さっきのような形でね、こう、一本のレンズを持っていて、くる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 、ここ回すだけで、いろんな複数の焦点距離で、このレンズだったら55から200まで、このレンズ一本でカバーできると。ただ、このレンズじゃなくて、もっと、 単焦点レンズでいろんな焦点距離を撮ろう思ったら 50mm もいるし広角で撮ろう思ったら 20mm もいるし中望遠で撮ろう思ったら 85mm もいると。なので焦点距離によってレンズの本数が増えてしまうって言ったところが。 ありますので、左下なんかで言うと、14-24の超広角のズームレンズであったり、真ん中は24-120。私も D750 とね、よく使っているこのレンズなんかであれば、24-120って言ったら幅で記載があるので、広角から標準、まあ中望遠ですよね。24mm の広角っていうところと、まあ35からまあ60ぐらいまでの標準域も取れるし、85からま120ぐらいまでの中望遠領域もこのレンズ1本で取れるっていったところが、 あります、まあ、つまりですねめっちゃ便利っていうところですねただ安いものですねから高いものまで種類がいろいろあるのでどれがええんやーってなった時にどうしてもズームレンズって聞くとんまあキットレンズでよく扱われているような印象がありますでキットレンズはやっぱり開放 F 値が低かったりとかどうなんやろうって使っててんーもっと A レンズ使いたいなって思われがちなんですけどもズームレンズでも F2.8 とか F4 投資なんかの 第3弦小三元のようなレンズもありますし真ん中のレンズなんかは D750 のキットレンズとして登場していたうーんズームレンズで F4 通して十分な画質を持っているなのでズームレンズが悪いというよりかどちらかというと撮影する時のその人なりのえ開放 F 値であったり明るさっていったところがそのレンズに適しているかどうかっていったところの方がミスマッチが生まれていないのかを確認する必要が あるかかななとイイベントブライダルなんでではですねやっぱりズームレンズっていうのは本当に便利でもう2470度7200がまあ2本あればあ大体の場面は撮れてその中でちょっと独特の表現というかもっと変わった表現を出したい時に別のレンズが出番としてサブキとくっついた状態で出てくるようなイメージがありますよね。デメリットとしては、まあ、ズームレンズはでかくて重くて高くて。 くらいまあこれぐらいですね。まあ十分デメリットとしてあるかなと思うんですけども、これを逆に、まあそんなにデメリットと思わへんでって方の場合は、ズームレンズめっちゃええと思います。で、第三元でも F2.8 投資なんですよね。で、この第三元ってさっきから言うとけどなんなんやっていうと、ズームレンズの中でもなんかグレードがあって、めっちゃええやつなんですね。このめっちゃええズームレンズでも2.8投資、F1.8 のちょっと安っちいね、あのー、単焦点レンズよりもやっぱり、えー、開放 F 値っていうのは、 うーん高い値になってしまうっていったところとどうしてもレンズの構成枚数っていうものが多くなってしまいますので重くなるしで値段もねある程度高くなってしまいますしでどうしても解放 F 値がそんなに小さい値にできない時はうん暗いレンズという風な評価を受けてしまうかも 知れないですなのでレンズ枚数が増えることによって重くなることであったりピン切りなんですけども値段が高くなりがちで開放 F 値がさっきのねこの真ん中であれば F4 であったりとかでキットレンズの中では5.6なんかのものもあったりとちょっと暗くな,なりがちとで便利なズーム1本で焦点距離をたくさんカバーするのか単焦点の強みを 求めなので私はよく撮影に行くけどもいろいろコロコロレンズ変えるんや1本で済ませたいなって思う時にズームレンズかつ開放 F 値とか暗いところでの環境とかそんなに気にならないんであれば質のいいズームレンズ1本で事足りるかもしれませんで逆にもうご自身がズームレンズ使ってても 私はもう 50mm でしか撮らん、35mm でしか撮らんっていう場合の時にもう単焦点レンズに切り替えてもらうことによってさらに画質の向上であったりとか暗いところでも撮りやすくなるとかですねそういったメリットが出てくるので、まあ、軽くなるのもあるかもしれないですねそういったものが出てくるのでぜひ撮影スタイルで 選んんででもららえたななと思いますで右下なんかではねあのキットレンズを使ってて結構ねご友人なんかに早くキットレンズから次のレンズ変えろって言われてるような方からのご質問としてキットレンズそのものは悪くないんですよっていう動画もこれもね結構人気のある動画なんでねも,もしあのご興味ある方は一緒に見ていってもらえると嬉しく思います。ズームレンズと単焦点レンズどちらを選ぶか。 まあ判断材料としては、焦点距離の比較っていったところをしてもらえたらなと。固定または変動、どちらが皆さんに適切なのかを把握してし、把握していただければなと。なので、今回、いろいろお伝えさせてもらった中で、はぁはぁはー、まあ、焦点距離が変わる変わらんっていうのが、まあ、大きいかなっていったところで、どちらが合ってるかですね。また、センサーサイズでこの画角っていったものは変わってくるので、ちょっと注意が必要になります。ズームであれば、正直、 え、撮ってる最中、あの、自分がね、こう、レンズで焦点距離をコロコロ変えてしまえばどうとでもなるんですけども、単焦点レンズはセンサーサイズと焦点距離を間違えてしまうと、ちょっと悲惨になるので注意が必要です。で、焦点距離でどう変わってくるかっていうと、私同じ場所に座ってて、モデルさんにも同じ場所に座ってもらって、同じ場所から撮影した時の画角比較なんですけども、広角域ではですね、やっぱり画角は広いですよね、20mm。 で、防衛機になっていくにつれて狭くなっていきます。20mm、35mm、50mm、85mm と。で、ズームであれば1本で、この 20mm からまあ大体 85mm ぐらいまでのものが簡単に変動できるんですけども、単焦点レンズ1本持っていってとか2本持っていって、もし、えー、焦点距離っていったところを固定になってしまいますので、いや、もっと広く撮りたかったなーとか、もっとぐっと中望遠で寄りたかったなーっていう時に、やっぱり単焦点1本。 に絞ってしまうと自分がある程度動かなくちゃいけなくなってくるので、そういったところがねちょっと注意としてありますので、単焦点レンズをたくさん揃えてもらうか、ズームレンズ一本カバーする幅が広いものにプラス、まあ50ミ、mm、リとか85ミリ一本追加で、二本のズームと単焦点の構成でいってもらうのがよろしいかなと。で、焦点距離とセンサーサイズの関係ですね。センサーはカメラの中でも。 めっっちゃ重要なな部分になってくるんでですよねでこの焦点距離とセンサーサイズの関係で出てきたこのセンサーサイズっていうのは、まあ、センサーの大きさなんですよねでセンサーって何やって言われるとこの右下にあるようなカメラのギラギラした部分ですねこの写真をき ううん、切り取る大きさやと思ってもらえたらいいんですけども、ここの部分の大きさなんですが、中盤とかフルサイズとかね、APS-C とかマイクロフォーサーズとかいろいろあって、2個の一眼レフなんかであれば、大きく2種類 FX と DX、まあ、APS-C とフルサイズっていったものがあるんですが、このセンサーが小さいとですね、カメラの小型軽量化っていうものに貢献できます。で、センサーが大きくなれば、その分ね、たくさん、 光を受け取る板の面積、センサーの面積がでかいので、多くの光を取り込みやすくなってくると。で、結果、まあ、会調豊かな表現が可能になってきますし、白飛びとか黒つぶれの耐性っていったものが強くなります。で、焦点距離もフルサイズと APS-C で異なってきて、APS-C はだいたい1.5倍。で、マイクロフォーサーズは約2倍っていうふうになってくるので、この左下で見てもらうと、 自分が同じところにいて、モデルさんも同じところにいて、写真を撮ろうとしたときに、フルサイズであれば結構大きく、外の背景も含めて撮れる、撮れるんですけども、DX で撮るときに結構ね、ぐっと寄ったような状態になります。なのでね、50ミ、mm、リなんかで撮ろうとしたときに、例えばこの50ミ、mm、リのレンズを APS-C ですね。 こっちのカメラにつけたときって1.5倍ぐらいになるので大体75ミリぐらいになっちゃうんですよね。でもこういったフルサイズのカメラの方に50ミリをつけてもらうともう50ミリのままです。なのでご友人がもしね50ミリのレンズいいよ50ミリのレンズ買ってみればっておすすめしてくれたときに自分が APS-C でご友人がフルサイズの場合自分も50ミリを買っちゃうとグッと寄ったような感覚になってしまいますので同じところでお友達と撮っても ちょっとお友達の方よりかは寄ってしまってちょっとあんたでかく撮りすぎちゃうかっていう風になってしまうので自分がちょっと下がらなあかんみたいなことがあったりするのでそういった場合はですねまぁ、あ、1.5倍されるんやなーって思ってまぁ、あ、大体35ミリぐらいのを1本購入してもらっておご友人はフルサイズで50ミリご自身は APSG で35ミリみたいな構成になるっていうのをまあ、注意してもらえたらなと思いますねでこれクイズですね画角比較ですどっちがフルサイズのセンサーですかっていったところで35ミリのレンズ 今ね、お伝えさせてもらった 35mm のレンズに APS-C の D5200 で撮ってます、これ。この組み合わせと 50mm、先ほどのね、50mm とこの D780 の組み合わせで撮ってます。で、どちらが、A、フルサイズのセンサーで撮ったものになりますかっていったところで、A と B どちらですかねっていったところで答え合わせいきますね。答えは A です。D780 がフルサイズで撮ったもので、B の方は5200で撮ったものに にな,りますなので、正直なところ、まあ、この焦点距離っていったところの注意っていったところは、こういったところで出てきます。もしこれを先ほどのね、通り D5200 にも50ミ、mm、リっていったものをつけてたら、もっとグッと寄った75ミ、mm、リぐらいの間隔になってくるので、ちょっと画角が変わるので、下がらなくちゃいけないっていうのが出てきますこ。ここの点はちょっと注意してもらう必要が出てきますね。 でこの大口径レンズってところも触れておこうかなと思います。この単焦点レンズの魅力を語る上で、さっきからね、明るいレンズ、暗いところで撮りやすいみたいなことを言うているんやけど、うーん、何のことってなってると思いますので、この大口径レンズ、明るいレンズに触れていくと、レンズの中ですね、この光の通る道っていったものがあるんですよ。こういう形ですね。このレンズを光が通っていくものがあるんですけど、道がある。 で、ここのま、光景が大きいものやと思ってください。シンプルに言うと、まあ、開放 F 値の低いレンズ、小さいレンズってやつですね。で、広角とか望遠なんかの焦点距離とは無関係です。ただ、この大光景レンズって言われても、どれが大光景レンズっていうのかっていうのは正直定義は曖昧やったりします。で、ズームなら F2.8 以下とか、単焦点レンズであれば F2 以下、みたいな感覚ですね。一般的に言われているのは。 で、開放へ打ちが低いと、えー、光を多く取り組むことができます。まあ、このね、通ってくる道が大きいので、光がたくさん入ってくるって感覚ですよね。で、暗い環境でも ISO 感度の対策になるといったところで、なんでかっていうと、小さい道で光がちょっとしか入らんのを ISO 感度、カメラ側で ISO 感度をぐっと上げて、で、ざらついてしまう写真っていったものを作るよりかは、光が通る道を大きくして、 多くの光が入ってくるようにしたら、まあ、ISO 感度はそこまで高い値にしなくてもいいよねっていったところで結果ざらつきの少ない写真を撮ることに、まあ、貢献してくれると。で速いものを撮るときにシャッタースピードを強気に上げられるっていったところがあってこのどちらかというとシャッタースピードも高い値にしようと思ったときってどうしてもシャッターをスパンって速く切る必要があるのでその分 え光がが入っっっててくくる時間っていったものが短くなってしまうんですよねその時に小さい光が通る穴でスパンと短いシャッタースピードよりもちょっとでも大きい光が通る道に速いシャッタースピードで切る方が結果的に光の取り込める量っていったものは変わってくるのでこういったところでも開放 F 値の低いレンズの方がシャッタースピードをちょっとでもまあ強気に上げることができるっていったところがあります。逆にに暗いレンズでシャッターースピードを強気に上げちゃうと 適正露出にするために ISO 感度も上げなくちゃいけないっていう場面が出てきます。で次はボケ感をね、あの強く表現できるって言ったところで、 私がですね、単焦点レンズを、まあ、使う理由の一つにも、まあ、なっているんですけども、まあ、主役っていったものを背景と切り分けて表現できるっていったところであったり、物撮りとか人物撮影にやっぱり向いているレンズ、手法っていったものがあって、先ほどのね、イルミネーションの撮影の作例なんかでもあったように、玉ボケでの表現っていったものが結構容易にね、撮ることができたりとかですね、被写界深度っていったものが、このね、被写界深度が浅いので、まあ、撮影時にはちょっと慎重に、で ピンと合わした状態で自分がこう前後に動いてしまうとピンボケが出てしまいますので、うん、ピンが甘くならないように、えー、撮るときはしっかりもう被写界深度は浅いんだっていうのをね意識してもらって撮る必要が出てきますで開放映打の低くないレンズキットレンズなんかに比べてですね、まあ、本格的なカメラで、まあ、撮ったんやろうなーっていう印象を与えることが可能になってくるのがこの単焦点レンズかなと 次はですね、F 値とボケ感の関係についてお話ししていきます。赤枠のところにちょっと注目してほしいんですけども、左上は F1.8 のシャッタースピード125で撮っています。こういった F1.8 のレンズで撮っています。で、右上に行くと F2.8 になりましたね、真ん中のところ。 ここが F2.8 左下 F5.6 右下 F8 っていう風に変わっていってるんですけどもこの F 値が変わっていくことによって左側のシャッタースピードっていったものがどん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 小さい値になってますよねで ISO 感度は同じ全部100にしているのでもうここで F 値を上げることによって 何を犠牲にするかっていうとシャッターースピードなので,、ね、でここが先ほどの速、えー、いものを取る時に強気にシャッタースピードを上げることができるっていったところと関係してきますなのでボケ感っていったところで真ん中にいる左上の赤いタコはピントが合っている。でも 左上のペンギンとクマの実はもうボケてますよね F1.8 なんででも右下の方とか左下の方に行くと F5.6F9 になるともうペンギンとクマの実は結構くっきり映っているなので F 値を変えることによってこういったボケ感っていったものをコントロールできることと F 値というかまあシャッタースピードを高くした時に F 値を下げて あるる程度適正露出をキープすっって言ったところが可能になってくるのでこういったところでですね是非 ISO 感度で調整してしまえば正直事足りるんですけどもこういった仕組み上ねやっぱり開放 F 値が低い方がまあメリットが多いというかどんな撮影環境でもまあ積極的に対応できるっていったところが特徴としてありますで2頭を追うものは1頭も得ずという話をしていこうかなと思いますね次は画質を求めるとまあ焦点距離はちょっと 諦めてもらう必要がある。まあ単焦点レンズ選ぶ分やったら焦点距離っていったものはちょっと不便、こうむりますよって言ったところですね。単焦点レンズは解像力がまあ比較的強いって言ったところですよね。で、焦点距離の利便性を今度こういったレンズで求めていくとちょっと画質犠牲になるかもですねって言ったところですね。高倍率ズームレンズっていうのはどうしても周差なんかが発生しやすいって言ったところがあるので注意が必要です。ただ、これを両立した レンズっっていったものものあるんですよねそれがまあ低倍率ズームみたいな形で大三元とか小三元のようなものですねズームレンズでめっちゃ便利いろんな焦点距離で撮ることもできるけども画質もしっかり求めていっているよっていうただその分ちょっと高いよっていうやつですね単焦点レンズっていうものは綺麗に撮れるけど焦点距離的にはちょっと不便高倍率ズームっていうのは便利やけど画質はちょっと寛大な心で、まあ、ズームやしこんなもんかなっていう風にもう見 許して、寛大な心ですよね。寛大な心で、まあ、こんなもんかなと。で、両方を求めるんであれば、ちょっと高いんやけども、まあ、低倍率ズームっていったものを購入してもらうのが、まあ、無難かなっていったところですね。で、個人的には、出先で何を撮るか決めていないときは、もうズームレンズかなと。で、撮るものを決めていてこだわるんであれば、単焦点レンズを数本持っていくっていうのがよろしいかなと。この右下のやつは旅行行ったときのやつなので、ん、2、4、ん、のとき、 ズームのね24のね2.4ややつつで撮ったやつにな,りますなので、まあ、広角で撮りつつ他の買い物中なんかはもう普通に標準域で撮影なんかもしたりするので、まあ、ズームレンズでやっぱり撮るのも正直十分なところはありますので利便性を求めるか画質を求めるのかっていったところで判断してもらえたらなと思いますね。 単焦点レンズっていったものはですね、焦点距離を変えれないことから、どうしても本数が増えがちなんですよね。さっき私がブワーってお見せしたように、どうしても、あこの開放 F 値でこの焦点距離が欲しいっていうのと、どうしても単焦点は焦点距離を変えることができないので、追加で購入していくというパターンになってしまいます。で、汎用性の高いズームレンズ1本とこだわりたい焦点距離の単焦点1本、こういう構成にすると、 レンズへの投資額が少なくて、かつ焦点距離の幅が広くて、ここの焦点距離、ここの場面はこの単焦点で撮るみたいな画質と明るさで利便性、すべてを求めることができるので、こういった構成がよろしいかなと思います。もしくは、もうズームを追加してもらうっていうのもありかなと。なので、イメージで言うと、私がですね、例えば2420の右下の図で2420のレンズを持った時に、うん、2420いいな、でももっと、 広角域で明るいレンズが欲しいなって思った時に 24mm より小さい値の 20mm っていう単焦点レンズを購入しました。で、24から120で撮っていて、うん野鳥撮るにはちょっときついな、もっとグッと寄りたいなって思った時にこの200からね、500のこういった超望遠の レンズっていったものを購入したっていったものになります。これが上から2番目ですね。で、上から3番目は、えー、24から120の焦点距離で被ってはいるんだけども、もっと、えー、明るく撮りたいし、ボケ感も表現したいっていったところで F1.8 の 50mm。これですね。これを追加購入したと。で、4本目のところはですね、確かに24120と焦点距離的には被ってるんやけども、もっと、えー、明るい、 えー、レンズが欲しいし、かつマクロでの撮影がしたいなって思った時に、この 60mm の F2.8 っていうレンズを追加で購入した。このような形でですね、2420のズームレンズっていう利便性の高いものはあるんやけども、その中でこの2420のズームレンズが、では撮れない焦点距離とか、撮れない開放 F 値の写真であったりとか、 えー、撮れない特徴的なマクロ撮影みたいなものが狙えるレンズを追加購入していくと被りの少ないね、えー、購入ができるので結果的に満足のいく買い物ができるのかなというふうに思いますね。で、こういったふうに行くと、いや、レンズいっぱい買いすぎやんって思われる方も多くいらっしゃると思いますので、まあ、レンズ沼にはまらないためにもレンズ沼の仕組みですよね。レンズ沼って何っていうとお気に入りの写真が撮れてめっちゃ撮影楽しいわって まあなりますよね。そこでまあカメラ楽しいなーっと思ってて、他のレンズやったら、もっとええ写真撮れんちゃうんっていう風にちょっとワクワクしてくるんですよね。で、こう写真がもっとええの撮れんちゃうんってなった時に、他のレンズをいろいろ調べ出すんですよね。で、もしかしたらこのレンズ使ったら、もっとええ写真撮れるかもしれんなーっていう風な感覚が強くなってくると。で、ネットでいろいろ調べて、店頭で実物に触れて、や,ばやっぱ欲しいなこれっていう風にどん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 なってくると。で、何かと理由をつけて、 まあ、今月頑張ったからとか、ボーナスやからとか、やっぱ使う頻度高いからみたいな形で何かと理由をつけて、結局購入すると。で、購入した後、最高の写真が撮れて、よっしゃ、大満足。やっぱりこのレンズこうてよかったっていう風になって、もうここで私はこのレンズ2本で、とか4本で5本で十分やーっていう風に満足されるか、最高の写真が撮れて満足やーってなったら、ちょっと待って、他のレンズでもええの撮れんちゃうみたいな感じでループするのが、まあ、レンズ沼みたいなものやと思ってください。 ただこのレンズ沼っていうのはですね、別に悪くないので、ハマり方さえですね、あの間違えていただければあの問題ないかなと思いますので。本当に必要なレンズなのかっていうのを、まあ、技術なので補填できないのか、レンズが欲しいっていうところで買っちゃうのか、このレンズじゃないと取れないのか、いくらこっちが技術とか技法で、 どう頑張ってももうレンズの特性上無理やわっていう時の場合に購入してもらえたらなとと。慎重に考えてもらって後悔のないね、買い物をしてもらって、レンズはまあ問題解決の一つでしかなくてですね、解決できればそれは投資やし、できんかったらただの商品になってしまうので、こういった点に注意してもらってですね、単焦点レンズの魅力を含めて、レンズマンの話とか、ズームレンズの違いとか、単焦点レンズをなんで私がまあ使い続けているのかみたいなところをお話しさせていただきました。今回は 30分超えの長い動画になりましたがお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうまたね